マジマミツヒデは、長野県出身の鉄道写真家、日本写真家協会会員、1978年10月に施された、特急列車の絵付きトレインマークの全撮影、鉄道祭時期の口絵写真で脚光を浴びる。1980年、井ノ井隆の協力を得て、マジマミツヒデ写真事務所を設立。鉄道写真の第一人者として、青春十八切符や、 JR のポスター、時刻表の写真などの撮影も手掛けた。鉄道と自然や人との関わりを描いた叙情的な作風が特色。また中井聖や山崎智也他ほか多くの鉄道写真家を育てる。若い頃はスーパーカーの撮影にも携わっていた。2009年3月14日、死去。去年63。 折しもこの日は栄光の九州ブルートレインの最終運行日でもあり、真島さんはブルトレで旅立ってしまったと語られている。キャノン、鉄道写真会の第一人者、真島光秀氏の写真展を開催。舞い込みジャーナル。 https コロンスラッシュスラッシュニュース mynavi jp スラッシュニューススラッシュ二零零スラッシュ零七スラッシュ零六スラッシュ零七五スラッシュインデックス html 二零零九年十一月二十六日閲覧。真島光秀氏の生協を悼む梅原敦ブログ。 http://blog.um-e-a-r-a-n.com h i スラッシュ。シュ um、e a、e、d イコール8656362009年11月26日。閲覧。ありがとうございます。